それでしてもね、この間つけたこのグリップ割と調子いいですよこれね。今までこう丸いグリップしかつけたことなかったんで、こういうの初めてなんですけど、長距離行くこと多分多くなるかなと思って、アメリカだとね。なので長距離した時に楽なのがいいかなと思ってたんですけど、でこのねプログリップの601っていうシリーズが、実は本国じゃねイタリア製なんですけど、スクーター用って言ってラインナップしてるんですけど、なんですけど日本の耐久レースとかで、これつけとくとこの多分グリップが楽だっていうことだと思うんですけどね。でこうつけてる人が多いっていう、多いというか、そういう人がいるよって話を聞きまして、あ、それだったら面白そうだねっていうことでこれにしました。これはね日本の購入店情報なんですけどね。すごい柔らかいんでね、しかもちょっとこういう突起、グリップ良くする突起がついてるんで、おーなんだこの鳥怖えなんすかねこれ、なんか死肉を漁ってましたよああいうのはカラスなんですけどねなんかカラスより邪悪なやつでしたね。ね、そのままグリップがこの柔らかいんで多分すぐ減っちゃうんですよ。なんですけど、まあ、減ったらね交換すればいいと思うんで、でも1年ぐらいは減らんでしょうね余裕で。まあそういうことで結構まだつけたばっかりですけど結構お気に入りです。アクセルもねこの手のひらで押せるんで、この巡航するときに保持しやすいですね。保持してるときにこうギュッと握り込まなくていいんで、これは楽ですね。あとこのねグリップのこの感覚なんですけど、これね普通にまっすぐこうやって握ろうとするとこの指の感覚と合わないんですけど、こうなんていうんですかね、こういう普通に走り込む時にのこの指の角度で握るともうバッチリくるんですよこれ。こういう風にね、これはあれかな、ちょっと日本人と外国人のこの手のひらのサイズっていうよりもなんかそれを狙って作ってるような気がしないでもないですね言っても狙いがねスクーターなんでちょっとどんなもんかわかんないですけど、まあね、それくらいちょっと大げさにありがたがってます。